はい。時刻は水曜午後10時。今回こそ午後10時のはず。鹿児島ニアの半分生放送の時間となりました。イエーイ。いやー、おう、今日ポンさんテンション高いですね。いやー、もう久しぶりの半生収録と聞いて久しぶりだっけ？毎週やってない？いやー、待ってましたよ。あ、そうなんですか。はい、まあ、自由に喋れますからね。あー、案外お気に召していただいてるということで。はい、案外1時間喋ってみると、うん、まあ短いようで、いや足りないね。はい、そうですよね。時間じゃ喋れませんよ。まあ今回も頑張っていきましょうということで、テンション上げ上げ、うん、上げ上げ、テンション高っ、はい、まあちなみに申し遅れましたけど、私フールと申します。ああ、そうですね、はい、またポンとフール合わせて、まあ、鹿児島ニアということで半分生放送というのをやっておりますけども、はい、今回ですね、またしても、あの、鹿児島関係ないんですけども。あら、またしても、はい、いや、わかんないですよ。結果的にまたね、前みたいに団地作ろうみたいな。ああ、なるほどねあ、なるかもしれませんけども、はい、まあ当面関係ないんですが、ふむ、あの、私の考えたというかですね、今回やりたいことが何ですか。コラボボックス。ほう、コラボボックス、かっこ仮ですけども。のコラボボックスとは何ですか。うん、まあ、あの、簡単に説明しますと、はい、まあ、あの、無作為に選んだ、まあ、なんでしょう、形容詞でも形容動詞でもいいですけど、はい、と名詞と、まあ、ランダムにバーってこう1枚2枚選ばれて、なるほど、形容詞名詞1枚ずつ選んで、まあ、それ、まあ、どういう単語が生まれるか分かんないわけじゃないですか。まあ、事前にですね、まあ、フールさんにそういう話を受けまして、私も考えてありますよ。そういうので、まあ、生まれてきた単語で喋ってみましょうと。何が生まれるか分からないと。ランダム的な。ああ、そうそう、いいですね。まあね、面白くなるか面白くないかはもうやってみないと分からない。面白くなかったら、だからその単語のせいですよ。僕らのせい。我々のトークスキルじゃなく僕らのせいじゃないですよ。ああ、単語が悪かった。そう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 、そういう、あの、全方位に言い訳が立つ企画でございます。素晴らしいな、おい。そう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 、っていうことでですね、あの、さっきポンさんも言ってましたけども、事前にちょっとお願いして、はい、まあ、ポンさんサイドには、あ、もう僕のフールサイドが、まあ、名詞を、まあ、10個ばっかし考えてまして、はい、で、あの、ポンさんサイドにも10個、まあ、名詞、あ、形容詞だか形容動詞だか分かりませんけども、はい、そういうのを考えていただいて、てますね、はい、うん、で、そこをこうランダムにパッて取った言葉動詞でやっていこうじゃないかと。お、この先どうなるか分からないぞっていう楽しみがありますね、うん、楽しみ半分、まあ、ドキドキ半分ですな。お、なるほど。あ、だってね、超面白くない単語出てきたらあれですよ、地獄ですよ喋ることねみたいな。まあ、そこで動画終了ですよね。あ、まあ、もうそしたらもう切りましょう、プチッと別に1時間以内に終わってもいいんでしょ、別に。あ、まあ、決まりはないですけれどもまあ、そうですね、そういう風にちょっと挑戦的な企画ということで、はい、今回初試みをやってみましょうか。はい、はい、やってみましょう。ちなみにポンさん、何か飲んでるんですか今急ですね。いや、飲んでますよ。あの、半生放送、まあ、なぜかおなじみとなったコーヒーちょっといただいてるんですけども。今日はどんな。あのですね、まあ、ちょっと自分の話になって申し訳ないんですけども、はいはいはい、そうそう、最近ですね、ハワイを感じてきたんですよ。鹿児島にありながら、ウールさんにもちょっと、あの、話がいっているかもしれませんが、ああ、まあ、ハワイの、まあ、ライブみたいなの見たんですね。ハワイのライブ？フラダンスを見たり。フラダンス？ほうほうほう。なんですっけ、あの、ウクレレの演奏を聞いたり。ハワイの風を感じ。おお。で、帰りがてらちょっと、あ、半生収録があるから、ハワイって確かコーヒーあったよなと。ありますな、はい、うん、その、まあ、コーヒーをちょっと購入いたしまして、お、飲んだんですよ、うんうんうん、というか飲んでるんですよ今。はいはいはい。
ちょっと紹介じゃないですけど、あのライオンコーヒーという、ああなんかあのパッケージにクリップがついてるやつ、そうですそうです、飲んだことない、とでかくライオンの顔が描かれている。あでですね、コーヒーってあの苦いイメージだったんですけど、そうですね、はい、これはですね、なんかバニラフレーバーが、おおやおや、中に入っているということで、はい、まあ、あのまず香りが甘い、うん、バニラの香りがして、で甘いんだ、そうです、そして、まあ、飲んでみると、まあ、うん、あの甘さが際立つというか、あコーヒーを飲んでいるようでちょっと甘い飲み物を飲んでいるような、コーヒーに砂糖入れたような感じじゃなくて、まあ、その砂糖の甘さという感じではないですけども、その何だろう、甘さ、甘みのある、うん、なんかちょっとまったりできるような味わいというか、まあ、とても初めてなんですけど飲んだのが美味しいですね。まあ、よくなんかね見かけますけど、あのハワイのライオンのコーヒー見ますけど、はい、飲んだことないから想像つかないな。あら、ぜひフードさんも、はい、飲んでいただいて。あ、ぜひぜひ、はい、なんかいろいろフレーバーもあるみたいで。あ、いろいろ種類があるんですね。はい、私はバニラフレーバーを購入して飲んでいます。なるほど。フールさんは？そうですね、私もあのなんていうの、別に決まってるわけじゃないんですけど、手元にコーヒーありますけど、今日はですね、はい、ブレンディーノ、ほう、アイスコーヒーの無糖を、あら、あの太陽で安く売ってましたんでそうですね、あの、はい、鹿児島では有名なスーパー太陽ですね。ね、あの鹿児島県民の味方ですからね。ですね、はい、まあ、まあお手軽に買えますよね、どこそこで。美味しいですね、これでも。いやー、もう缶コーヒー美味しいですからね。あ、缶コーヒーじゃなくてあのボトルに入ってる、ボトルコーヒーなんですね、はい、なるほど。そうですか。まあね、毎回スペシャリティコーヒーばっかり飲んどくわけにもいかないですからね制作費がそうそう、我々予算が限られてますからそうですね、はい、拒否を投じるわけにはいけませんので、はいはい、まあまあ、このコーヒーを飲みながらちょっとまったり語ってみようかなと、はい、ということでですね、あのフールサイドはあの名刺なので、はい、まあ、あのポンさんの方からパッと出していただいて、次に私が出すと。なるほどね。いう形を取らせていただきたいなと思います。全部で10個あるんでしたよね。私勢い余って10個以上ありますけど、まあ時間が許す限りはいけると思います。まあそうですね、はい、じゃあ一つ目ということで、もう早速じゃあやってみていいですか。あのリスナーの皆さんはあのメモの用意をした方がいいと思いますそうですね、このウェブラジオというか半生放送では静止画がずっと出ている状態なので。そうですね、あの簡易的なね省電力型ですから、はいパッと動画画面にこれとこれっていうのが出ませんから、はい、メモしてもらわないとね、こいつら何について喋ってるか分かんないみたいになります、はい、まあじゃあ早速1個目を、はいはい、よでは第1発目、はい、いきます。お願いします。懐かしい、おお、じゃあ私いきますよ。はい、ごめん、ドン、コーヒー、おう、あー一発目からなんか優しい、優しいですな。なんか懐かしいコーヒー、なんかノスタルジックというか。ノスタルジックですね。喋りにくいなこれ。あ、思い出のコーヒーみたいな感じなんですかね。あ、なんか取ってつけたというか、なんかわざとらしい感じになってしまってすごい嫌なんですけど。すごいですね、 あるんですな。まあこれも、うん、あれですかね、まあランダムというか、うんうんうん、ちょっとまあ毎回半生放送、はい、あの目の前にフールさんがいる状態なんですけど、今回はフールさんが目の前にいない状態ですか、ね、うん、おや、どういう状況ですかそれは。幽霊いや、まあそのちょっとハイテクな、ああ、あの技術を投入して今、ああ、別部屋で録音をしているという状態ですかね。これすごいですね、現代科学の粋がここに、はい、はい、なので、まあ、目の前にいないので全く
プールさんが何を出してくるのかがわからない状況での懐かしいコーヒー、ちょっと語ってみましょうか。お願いします。まあ、なんですかね、自分が懐かしいコーヒーと聞いてパッと思いつくのが、はい、なぜコーヒーを飲むようになったのかと。お、初めて飲んだコーヒーってなんだろうなと。初めて飲んだコーヒー覚えてないな。そうですよね。あ、なんか、まあでも缶コーヒーかな。ああ、まあそうなっちゃいますよね。そうですかね、まあ、社名を出すわけにはいかないですけれども、まあ、出してもいい流れもありますが、うん、まあコーヒーってなんか働き出してからこう、なんだろう、先輩とかにこうおごってもらうみたいな。ああ、ありますな。それが大人の味みたいなところありますよね。そうですね。まあ、わかんないでもないですけど。はい。はい、まあ、初めて飲んだあの苦味、それがコーヒーの懐かしさでもあるのかなとは思いますけど。ああ、じゃあブラックだったんですね。まあ、そのブラックなのかどうかもわからないまま飲んでいたような。ああ、なるほどね。ブラックというものが何なのかわかんないまま飲んでたと。そうですね。ああ、それはまあ懐かしいというかね、なかなか思い起こすことないですな。はい、コーヒーは苦い飲み物だなとは思いつつ、心のどこかでそのコーヒーの苦味を求めてしまってる自分がいるみたいな。えらくノスタルジックに寄せますな。まあそんなようなこの懐かしいコーヒーと聞くと、そういうふうに私は思うんですが、フールさん的には。まあでもこれはあれじゃないですか、人も三者三様というか、十人十色というか、百人百様というか、こうね、絶対、まあ、コーヒー飲んだことない人は置いといて、ああ、まあ、皆さんね、それぞれストーリーがありそうですけども、そう、懐かしいコーヒーな。でもコーヒー飲んでノスタルジー感じるほどまだコーヒー飲んでるかな。コーヒーのひよっこであると。現在進行形で飲んでるからね。ああ、懐かしいって思わないかな。ああ、なるほどね。これがさ、コーヒー世代ぐらい変わってさ、はい、今多分ポケベルとか懐かしいじゃないですか。ああ、もうないですけどね。まあ、懐かしいですね。で、ガラケーもさ。はい。まあ、懐かしいタイプのガラケーももう出てきてるわけじゃない。昔使ってたやつとかさ、うんうん、文字数に制限があったりとか。ああ、なるほどね。写真めっちゃ画素数荒いとかさ。ああ。ああ、なるほど。まだ立ってないような気がするけどな。コーヒーに親しみを持ってから、まだ懐かしむ。うん、までに至っていないと。だってまだひよっこですから。まだまだ勉強中だと。なんかそんな気がしますな。じゃあ懐かしいコーヒーと思えるようになりたいみたいな。まあ、そう聞かれるならね。なるほどね。まあでもさ、なんかこうすごい、はい、なんていうんでしょうね、お年を召した方が。うん、地元を離れて長い方が帰ってきたときに、行きつけの喫茶店のマスターの入れたコーヒーで涙を誘うみたいなのになって、素敵ですね。そういうのいいなと思いますけど。あ、ぜひそうなりたいですね。なりたい。どっちに。いや、そのおじいちゃんになったときに、まあ、行きつけの喫茶店があって、もうフールさんが言った通りですよ、こう懐かしいなと言えるコーヒー好きになりたいですね。はい、素敵にまとまりましたよ。ザクッときたな。まあ、こんな感じ、こんな感じで、はい、何が生まれるかわからないところに私はちょっと可能性を感じまして、この企画を持ってきたんですけど。おお、魅力ある企画ですね。あ、そう？そう言っていただける？そう、もう第1回はなんか踏み出しが良かったですね。じゃあまあちょっと毎回我々喋りすぎる気がありますので、どんどん行きましょう。そうですね、はい、まだ1個目ですから。あ、じゃあ2個目、はい、はい、2個目いきます。はい、気持ち悪い。わあ、
じゃあ私行きますよ。はい。電車。気持ち悪い電車か。電車あ、なんかもうすでに想像して気持ち悪いな、なんか。え？なんかあります？だってさ、電車って気持ち悪くないじゃん、基本。まあそうですね。まあどっちかというと気持ちいいじゃん、心地よいものじゃない？まああの、なんですかね、こう、電車のあの、ガタンゴトン、ガタンゴトンと揺られる感じは、まあ嬉しいというか。だってさ、形もかっこいいのが出てるしさ。そうですね。新幹線とかかっこいいしさ、今あれでしょ、七つ星とか予約取れないんでしょ？ああ、なかなかね、厳しいみたいですね。ああいうの見てると、電車ってまあどっちかっていうと気持ちいいものじゃない？ああ、なるほど。それを気持ち悪いってね、すでに気持ち悪いわ。気持ち悪い電車と思う気持ちが気持ち悪い。そうそうそう、難しいな。しっくり来ねえ。あ、いや、まあちょっと見方を変えてみましょうよ。あ、気持ち悪い電車、気持ち悪い人が乗ったりしますよね、電車は。お、おやおや、角が立つんじゃないですか、そういう話すると。あら、そうですか。いやまあ続けてください。あの、犯罪であるじゃないですか。ああ、ね、僕は、それでも僕はやってない。そうですよ。なるほど。ああ、恐ろしいな。はい。そういうのが、まあ、やはり現状多発してるらしいですからね。怖いね。映画になるぐらいですからね。はい。まあ、それ、気持ち悪い人が乗っちゃうのは仕方ないことかもしれないけれども。公共交通機関ですからね。どうにかならんもんかなとは思いますけど。あ、それでも電車のせいなのかって気もするね。まあ無理があるかもしれないですけど、この、気持ち悪い電車からつなげるとしたら、まあ私こうパッとこの単語を見て思った、はい、まあ電車の外観が思いついたんですけど、パッとね、まあ見た目、はい、気持ち悪い電車ってこう電車から触手が生えてるとかさ、あなんかベタベタしてるとか、いやー、生体パーツ、有機的なパーツ使ってる電車とかね。ああ、なんか 脈動してるとか。ああ、なんかゲームとか映画の世界ですね。ああ、ね、なんかバイオがハザードしてるような電車とかね。あちょっと嫌ですけど。嫌ですね、それは。でも、まあ、気持ち悪い電車ってそういうお化け列車みたいな、まあ、お化け列車実際にあったらどうなんですかね。あ、でもなんかお化け屋敷とかは需要があるわけじゃないですか。ゾンビとか、ゾンビね、昨今流行ってますしね。そうですね。だってあれでしょ、あのハロウィンの仮装でさ、あ、ゾンビメイク用 の、 あのなんかシールとか売ってるらしいですよ。ああ、そうなんですね。だから気持ち悪い需要あるんじゃない。まあだちょっと前かもしれないですけど、キモかわいいみたいなのも流行りましたからね。ああ、まあ、その例、気持ち悪い電車ぐらいだったらいいのかもね。キモ気持ち悪いって、あ、まあ、なんか、どうなんですかね。あ、カタカナ、カタカナね。ああ、なるほどね。あ、それぐらいだったらいいかも。ああ、ちょっとかわいい、キモかわいい電車みたいな。うん、それぐらいなら、なんか許容できる気がします。ああ、なるほど。それは、まあ、ちょっと怖いもの見たさで乗ってみたいなというのはありますかね。なんかね、あのアトラクションとかだったら、まあ、あってもいいのかなと思いますけど。あ、まあね、その辺の路面電車で走ってたら絶対嫌だけどね。嫌ですね。市電でね、なんかべちゃべちゃした電車がこうびちゃ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 みたいな感じで走ってこられたら通報ですけどね。あ、もうそれはまず乗らないですかね。はい、じゃあ、まあちょっと気持ち悪い話やめましょう。ああ、そうですね、淡々といきましょう。淡々といきましょうか。じゃあもう早速3つ目に、はい、はい、なんか我々にしてはハイペースですね。だってね、いつもね、私泣く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 こう録音のスイッチを切ってますから。じゃあ3つ目いきますか。はい、お願いします。じゃあ3つ目、はい、珍しい猫。ほう、なんか可愛いな。珍しい猫。まあ、猫なんてどこそこでも見れますからね。あ、あれじゃない、あの血統書付きとかじゃない、珍しい猫。ああ、珍しい猫。まあ、
なんですかね、毛がない猫とか珍しい方ですよね。え、そんなのいんの？スフィンクスっていう種類の猫がいるみたいですよ。あはははいやーどうですかね、嫌ですね。まあスフィンクスも好きでそうなったのかわからないですけども。そうですか、はい、そうね、ふさふさしててほしいのはこっちの勝手ですな。ですね、まあでもその毛がない猫も、まあ、そういう進化の過程を経たと、うん、うん、まあでも実際まあ私も触ったことはないんですけれども、はい、まあ人間みたいなもんですよね。人間もまあ全身毛が生えてるわけじゃないじゃないですか。ね、産毛ぐらいですね、生えてて。はい。まあその感覚なのかなという気も。じゃあまあ生き物としては別に珍しいことじゃないのか。まあそう言ってもいいのかなとは思いますけど。魚とか毛生えてないもん。そうです。鱗ですからね、あれね。まあまあ魚と比べるのもどうかなとは思いますけど。まあじゃあそういう中にあって珍しい猫っつったら何ですかね。珍しい猫。あれじゃない、ワンとかいう猫で。ワンって。ああ。鳴き声、犬か。犬に育てられて自分を犬だと思ってる猫みたいな。あ、それは珍しいですな。うん、他にも何ですっけ、まあ、三毛猫ってメスが多いんですけど。なんか偉く猫事情に詳しいですな。まあ、私猫好きなんですよ、はあはあ、実は。はあ、猫、まあその三毛猫は、はあ、まあメスしかほぼ生まれないらしいんですけど、まあたまに、じゃあまあその他の、まあ、種類の猫とかと繁殖するんですかね。ああ、で生まれてきた三毛猫はメスが多いってこと？三毛猫になる猫はメスが多い。伝達条件がなんかあるみたいですよ。はーはーはー。だから三毛猫のオスは珍しい猫と言ってもいいかも。ーはーはー。でもそれね、猫関係ない人からしたら本当は関係ないですな。どうでもいいみたいな。三毛猫よりもだから全身金色の毛とかさ。ああ、まあそうですね。なんか夜になると発光する猫とか。ああ、喋る猫とか。ね、ああ、そういう、まあね、ネットで検索してもらうと喋る猫え、いるんだ。まあ、こじつけみたいなところはあると思いますけど。はいはい、そうです。はいはいはい。まあでも、実際に喋ってるように聞こえる猫もいますよね。まあでも、俗に言う、そういうふうに聞こえるってことでしょ？そうです、そうです。うん、それはまあ、こっちの問題だ。まあ、珍しい猫情報があったら、ぜひ、コメント欄で。ああ、なんかね、世の中今、猫を活気づいてますもんね。猫ブームというんですか？日本は今、猫ブームですからね。国内全部だと思いますよ、どこ行っても猫ですから、ね、なんかですね、コンビニとかなんていうの、雑貨屋さんとか行くとさ、はい、まあ見ないことないよね。もう猫ブームと言っていいと思いますよ。ああ、やだな、なんかそれに乗っかったみたいでやだな。フルさんはそういうなんか波に乗るのがあまりお好きではない。なんだろうな、結果的に乗ろうと思って乗るのはいいんだけどさ、はあ、乗ろうと思ってないのに乗ってると思われるのは嫌だ。ああ、そうですね。断じて乗ってません。ああ、まあね、どんな猫好きかって言ったら、まあ、犬か猫かって言われたら、僕は犬苦い思い出があるんで、あら、猫派ですけど。犬なのにトラウマがあると。おお、なんかテクニックが、スキルが上がってない？ポンさん。犬なのに。え、また言うの？じゃあ次行きましょう。おお、自ら。まあまあ珍しい猫ね、はい、いたらツイッターに画像を上げてくれたら、ね、あいいね、反応しますんで。お願いします。はい。はい、じゃあ、はい、いいですか？はい、どうぞ。じゃあ4つ目ですね。はい、じゃあ行きます。はい。楽しいカレー。あ楽しいカレーね。なんかさっきからなんかそんな珍しいの出てこないね。楽しいカレーって何ですか？でもあれじゃないですか、あの
最近よく聞くカレーチェーンのさ、なんかめっちゃいろいろ載ってるメガ盛りカレーとかさ、そういうのじゃないの。あ、まあみんなでワイワイ楽しく食べれるカレーみたいな。逆に楽しくないカレーって何ですか。一人一人で食べる一人カレー、3日一人でカレー。別にみんなでワイワイ食うものか。いやー、そりゃもうみんなでキャンプしてカレーでしょ。ああ、それ楽しいね。それだ、それ。答え出ましたよ。あれ出ちゃう。それや。キャンプで作るカレー美味しいもんね。美味しいですよね。あれ、絶対なんかあれだよね。なんていうの？お。こう、胃とかさ、舌とか喉とか、胃外で感じてますよね、あれ絶対、人間。ああ、ですよね。まあ。うん、みんなで作ったっていう楽しさもあり、あ、ね、普段屋根の下で食べるのとは違う青空の下で食べるというこの特別感みたいな、そういうのがなんかスパイスとして効いてるんじゃないですか。お、なんかポンさん今日スキル、トークスキルすごいな。なんかね、スパイスとか言っちゃってるし、テンション上げ上げで。あ、そうか、テンション高いの。いいな。いや、まあでも楽しいカレー、いや、もう今この話をしてる段階でもうカレー食べたいですね。そげん、そげん、そげんですよ。そげん話をしてると食べたくなっちゃいますよ。キャンプしたいね。キャンプしたいですね。楽しいカレーイコールキャンプですな。楽しいカレーをプロデュースしたい。まあするまでもなく楽しいんじゃないの、もうみんなでさ。それこそですよ、あの修学旅行とかでさ、今時やってるのね、なんか自然の家とか行って、あ、そうですね、なんですか、こう気になるあの子と一緒に野菜切ったりとかさ、あー素敵です ね、手が触れ合っちゃうとかね、あーいいですね、あ、もうカレーどうでもいいよってね。なるほど。いいな。ぜひ、まあいつか機会があったら楽しいカレーを作りたいですね、うん、いいですな。え、2人で？いや、二人では楽しくない。俺、あんまり楽しくないんじゃないですか、このね。男二人で。ただ、謎の立方体と球体でさ、作るカレーなんて、それもあれでしょ。超常現象や。職質ですよ。君たち丸いな、おい。四角か、お前。なんですか、君たちは、みたいな。じゃあ、まあ、そこはね、みんな、ね、みんな、もっと人が増えたらね。そうですね。鹿児島にあでパーリーしたいですね。ああ、パーリーね、パーリーピーポーにぜひ連れて行ってもらいたいね。ああ、いいですね。あの人たちの食べるカレーはさぞかし楽しいんでしょうね。おお、パリピのカレーってなんかいいですね、うん、なんかどんな味がするのか。一個だけすっげえ辛いやつあるとか。ああ、パリピっぽいな、それ。ロシアンカレー。ああ、やってそうだな。ロシア人カレー食うのかって思うんですけどね。では、楽しいカレーと、うん、なんか一つ一つコンスタントに話せますね。話せるけど、でもなんか全部、まあなんていうの、世の中に存在してそうな言葉ですね。ああ、まあこれは軽いジャブですから。ああ、そうね、まだね、4つ目ですね。はいはい、まあどんどんちょっといきましょうか。難しくなってきますよ。おお、そうなのね。はい、やれやれ。じゃあいきます。はい、あ、じゃあ5つ目ですね。はい、いきます。はい、甘酸っぱいスマートフォン。あー、これ難しそうだな。甘酸っぱいスマホ。あー、これちょっとここピンピンと思いつきましたよ。お、何ですか。常日頃考えてることがありまして、はい、あの以前半生でも話したたられば話で話そうかなとも思ってたことなんですけど、お、携帯電話、はい、なんか機能がもう新機能って飽和状態だと思いません？携帯電話の機能。はい、あ、まあなんかカメラ、ミュージックプレイヤー、まあそれから先はまあね、劇的に増えてる気しませんな。お財布になったりポイントカードになったりしてるじゃないですか。はい、まあその次何か来る新機能とは何が来るのかって常日頃気にはなってるんですよ。ああ、それね、当てたらでかいでしょうからね。
それがこの甘酸っぱいスマートフォンじゃないですか。そう。そう、食べるの？食べる。食べるスマホ？いや、食べるというよりも甘酸っぱい、あの、思い出を提供してくれるみたいな。ああ。あれ、あれ、あんまりピンときてない。うん、なんか、その、まあ、言うのは、あれですけども、こう具体的にどういう機能がつくんですか、それは。いや、もう、それは青春時代の恋人のようなやり取りをしてくれるわけですよ、スマートフォンが。おやおや、それ危ないんじゃないですか。あの、あれでしょ、Siri でしょ、Siri。あ、クッて押したらさ、なんかこう、Siri って言っちゃう、こういう名詞か。まあ、あの、コンシェルジュ、携帯コンシェルジュ。はい、Apple の。クッて押したらさ、はい、言葉で操作できるじゃない。あ、そうですね。あ、あれで、恋人のように振る舞うってこと、スマートフォンが。甘酸っぱい対応をしてくれると。え、まあ、まずいんじゃないですか。スマートフォンにちょっと触ったら、キャッみたいな。ああ、なるほどね。はい。甘酸っぱいの、それ。甘酸っぱくないですか？なんか、あ、いけないことしちゃった、みたいな。なんか、パッて見たら、なんかちょっと、あの、ホラーですよ、それ。ああ、喋った、みたいな。いや、まあ、それ、面白いなと、今、ちょっと、一人で勝手にテンション上がってしまったんですけど。上がってんだ、テンション。上がってんな。いや、ほら、なんかね、こう電話しようと他の人にかけたら、え、誰に電話するのみたいな。おお、うざいな。もっと私に構ってよって言います。その機能あんま受けないと思いますけどね。あ、受けないかな。だってビジネスで使えないでしょ、それ。いや、面白機能ですよね。あ、面白機能。はい。ああ、需要あるかな。ないですかね。むしろあるのかな、もう。あ、アプリとかで？アプリみたいな。キャっていうの？いや、まああるんだったら。キャスツスワイプしないでみたいな。そこ触ってるのよ。みたいな。おいおい、全年齢対応型とか知ってるだろ。いやいや、全然何も癒やしい思いはないですね。まあね、スマホだしね。そうです。まあ、甘酸っぱい、あの、対応をしてくれるスマートフォンっていうのはあっても面白いんじゃないかなとは。なるほど。まあまあね、それを否定することは誰にもできないよね。ありがとうございます。お礼をですね。まあ、5つ目、甘酸っぱいスマートフォンと。まあでも、その甘酸っぱい機能よりやっぱ食べたら甘酸っぱいの方が革新的だね。イノベーティブな気がしますけど。わついにもう、あの、体内から操作するみたいな。お、食べちゃったら、え、何、一かけ食べれるみたいな。まあ、緊急時の食料とか。食べ、非常食っていうのはいいですね。とか、あと、まあ、今時さん、なんかそのインプラント、はい、インプラントって歯以外でもあったりするじゃないですか。はい。Google グラスでしたっけ。ああ、もう打ってないみたいですけど。あ、そうなんですね。高いんでしょ、あれ。まあ。より、なんていうの、こう、パソコンとかさ、携帯とかっていうのは人体側に寄ってくると思うわけですよ。なるほど。だコンタクトに入れたら、こう、画面がこう空中にパッて出ると。ああ、いいですね。未来を感じますね。うん。の中の一つに、こう、食べる。そう、みたいな。まあ、あっても面白いとは思いますよ。まあね、今は笑ってますけどね、10年後これ聞いたらさ、なんこいつら当たり前のこと言ってんだよみたいな、あるかもしれないからね。今はこの時代にはないですかね。多分ね、私の知ってる限り甘酸っぱい食べるスマホはないよな。あったとしてもまず甘酸っぱさは大事なのかって気がします。そうですよね。甘酸っぱい、まあ、美味しいならまだしも甘酸っぱいって需要あるのか。日本人好きそうですけどね。ああ、そうですね。ああ、まあ、次行きますか。そうですね。はい。じゃあ、時間は大丈夫です？ああ、今は30分過ぎたぐらいですか。ああ、なるほど。あ、じゃあ、はい、いいですね。今ので5つ目ということで。はい。
じゃあ6つ目、はい、いきます、はい、世界に一つだけしかないゴミ箱はあ、これ難しいな。なんでしょうね、世界に一つだけしかないゴミ箱。これは私のせいですな、これ。世界に一つだけしかないゴミ箱。どんなのでしょうね。ブラックホールとかどうです？ブラックホールってでも宇宙に1個だけじゃないでしょ、多分。ああ、そうか。ああ、世界って地球上にってこと？世界。いや、まあ、それをどう捉えるかはフールさん次第ですが。だって地球にブラックホールあったら困りますからね。ああ、まあそうですね。世界に一つだけ。ああ、わかった。はいはい。はい。あの、ゴミ箱の形はしてるんですよ。ほう。が、しかし、ゴミを入れれない。あら。アートっぽく感じますけど。アート作品っぽくないですか？あ、ゴミ箱なのにゴミが捨てれない。なんか深い意味を感じますね。そのさ、今ゴミ問題はまあ昨今叫ばれてますけどさ、はい、捨てれないゴミ箱だらけだったらゴミ捨てられないじゃん。なるほど。今ゴミ箱さんたちはさ、ゴミを受け入れてくれてるけど、うむ、それを受け入れてくれなくなったら人類はどうするのかというのを提示するアート作品みたいな。おお、フールさん作で。あ、俺作るの。世界に一つだけしかないゴミ箱。ゴミ箱。なんか日本の国民的アイドルがなんかそういう歌を歌ってますけど。うん、ああ、なんか結構ね話題になってましたな。それのアンチテーゼみたいな。そういうとなんかね、なんかちょっと趣旨が変わってきます。アート作品で世にこう。挑戦状を叩きつけると、なんかね、ゴミ箱っつったらゴミが入るもんだと思い込んでるその固定概念ってどうなのみたいな。あら、なんか素敵な社会風刺みたいな。社会風刺っぽいね。いいですね。まあでも世界に一つじゃなくてもいいか、それは別に。いや、世界に一つだけ、世界に一つだけにしないようにしないとっていう感じですか。そんな感じしますな。捨てないゴミ箱。まあゴミが少なくした方がいいですよという布石というか。か、もしくはそれこそもう世界で一つしかだけ、一つしかないって言ったらさ、はい、まあ普通想像するのが高いやつじゃん。ああ、まあそうですね、手に入らないと。全面こう金とダイヤモンドと各種宝石が散りばめられた、はい、まああのなんていう、石油産油国の王者が持ってるようなゴミ箱。ワンオフですこれ。でもそんな大金持ちもやっぱりゴミ箱にも金かけてるんですかね。ないですよ、だって会ったことないもんね、石油王とか。いや、ないですけど。これゴミ箱みたいな、お風呂かと思ったみたいな。ああ、サイズもでかいみたいな。これダイヤモンドついてるじゃないですかこれみたいな。ああ、そういうの使ってるのかな。金とか。いや、何が捨ててあるんですか。これゴミなのみたいなの捨ててそうですけど、ね、金銀財宝が捨ててあるよこれ、ね、もったいなみたいな。あ、ゴミ箱一つでここまで会話が膨らむ。まあでもこの世界に一つしかないゴミ箱っていうのはね、なんか考えさせるものがありますな。ですね、だってゴミ箱って言ったら世界中にあるものの中の一つじゃないですか。ああ、なるほど。バンコク共通だってさ、もう現前ぐらいから貝塚ってあれゴミ箱でしょ。はい、現前ぐらいからあるわけじゃないですか、ゴミを捨てる場所が。いらないものを集めていたと。世界中にあるのに、なんで一つっていう。ああ、これは化学反応っぽいですね、このコラボボックスの効果があった気がします。一見なんか、あ、これ話題膨らまなさそうと思いつつ、まあちょっと膨らみましたね。はいはい、どうぞ。あ、もう次でいいですか。まだ喋りたい。いや、次に行きましょう。どうぞ。では、今のが6つ目、世界に一つだけしかないゴミ箱、はい、
次は7つ目いきます、はい、意味がない外付けハードディスクこれまたアート作品な感じが全部アートっぽい何でしたっけ、意味がない、意味がない外付けハードディスク、これはどういう意味だ。だから外付けハードディスクっていうものはそもそもなんていうの、こう外につけるんだからさ、うん、中で足りてない分補うわけでしょ。そうですね。ってことは中身よりも容量が少ないとか。ああ、それつけてる意味あるのみたいな。16MB ぐらいしかないとか。ああ、ハードディスク、昨今ハードディスクで 16MB、 逆にレア。まあ何入れるの、写真すら入らないぐらいのねえ、今時ね、ハードディスクっていうのももうなんかちょっとね、はい、時代遅れとまでは言ってないけどさ、はい、なんですか、またこういう名詞出してしまいそうですけど SSSD ってあるじゃないですか。ああ、ありますね。 S が1個めちゃくちゃ容量の多いさ、はい、 SD カードみたいなのでしょあれ。今だってもうギガとかテラですかね、もう、うん、そのレベルなのにメガってそれつけて何をしてるのとは言いたくはなりますね。でもこれアートっぽいですな意味がない外付けはすっげえ容量低いけど外付け。ああ、なるほど、意味がない、なるほど、意味がない、まあ容量が低いとなると確かに意味はないですよ ね。せっかくこう増設しようと思って 16MB、はい、フロッピーディスクとかじゃないのいやー、それまずいなそれね、見た人、え、それ意味なくないって言っちゃうよね。あ、でも何かしらの意味があってついているわけですかね。意味があったら意味がある外付けハードディスクになってしまいますよ、それだと。ああ、もう全然指してる本人ですら意味を介していないと。それかめっちゃ容量あるけど何も入ってないとか。ああ、せっかく意味があるのに中のデータがもうずっと放置状態みたいな。ま、孫がさ、はい、ばあちゃんに、こうばあちゃんとかじいちゃんに、はい、テレビ好きだから外付けハードディスクこう 10TB ぐらいの買ってきたよ、じいちゃんばあちゃんって持ってきて接続して、はい、で何年かぶりにこう田舎に帰ってきて、じいちゃんばあちゃんどんな番組見てたのかなと思って見たら何も入ってないと。あー、意味がない。10TB あったらに使い方が分かんないから。そうそうそう、とかね。あー、それは嫌ですね。まあ実際にそのもうハードディスクっていうので、まあ、パソコン世代じゃない方々は、もう受け付けないですからね。え、HDD って何みたいな。言ってる僕もですね、外付けハードディスクちゃんと使いこなしてない気がしますから。あ、まあ、そうですよね。基本的に。内側ならね。はい。なんとなくわかるんですけど。基本的に内側の、まあ、内蔵ハードディスクで対応できますからね。でそこいっぱいになっちゃったらもう何もできないじゃんって思っちゃう年代なんですね。あ、いや、わかんない、年代のせいか分かりませんが、そういう勉強する場っていうのがないですかね。まあ言うたら誰も教えてくれないしね。そうですよね。まあ、意味がない外付けハードディスクと。なんか私ばっかり喋っちゃってすいません。いやまあそれは共感しますよ。やっぱり意味をなしてない外付けハードディスクを持ってる方って多分結構いるんじゃないかなと思いますよ。ああ、これを聞いて聞くみたいな。はい。ああ、そういう意味ないかもです、ね。まあ、確認していただいて。そうね。これを聞いてるじいちゃんばあちゃん、ね、孫からもらった外付けハードディスク意味がなくなっちゃってませんか？外付けハードディスクって何系みたいな方は、ぜ、う、ひ、ん。お孫さんに聞いていただいてそれか我々のね、あのコメント欄にね、どうやって使うんですかって書いてた
トラブルシューティングしますよ。ああ、できる範囲でね。トラブルシューティングってなんじゃみたいな。ああ、難しいですね。そうですね。まあ、意味がある外付けハードディスクにしていただきたいですね。っていう標語だ、これはね。意味がない外付けハードディスク。やめよう、ダメ、絶対。ああ、なんかパソコンショップのチラシとかに書いてあるそうですね。書いてあるよ。はい。ああ、ちなみにあと15分ぐらいで1時間経っちゃいますよ。あら。まあでもあと3つですよね。いいですよ。じゃあ、もうパンパンといきましょうか。はい。ですね。あえて次はちょっと鹿児島寄りにしてみます。うん、おお。いきます。ランダムのはずなのに。はい。寄らせられる。いきます。はい。8個目。はい。鹿児島らしい。ああ、なるほどね。私いきますよ。はい、ドン。モテキ。あ、いや、これは。あんの？これはもうありますよ。ほうほうほう。いや、以前覚えてるかな、大河ドラマで篤姫が取り上げられましたよね。はい、ございましたね。なんと、まあ、次か次の次かわからないですけど、うん、大河ドラマが鹿児島を取り上げる機会があるらしいですよ。ああ、なんか西郷さん。そうです、そうです。そうです。もうそれですよ。鹿児島のモテキ。鹿児島らしいモテキ？それ鹿児島のモテキ？そうです。鹿児島がフューチャーされるわけじゃないですか。ああ、その他の県外からモテるってこと？そうです。それモテキっていうのか？え、1回目が篤姫じゃないですか。はい。モテキって3回あるって言うじゃないですか。ああ、そういうことね。2回目のモテキが来るんじゃないかと。1回目篤姫なんだ。鹿児島の歴史、長い歴史ある気がしますけど、1回目があれでいいのか。ダメかな。じゃあ3回目。これが3回目。あ、でも篤姫は2回目なんだ。2回目は1回目なんかな。いや、これあれじゃないですか、撮影戦争じゃないですか。あのあたりに。てか、モテキを認識間違ってる気がしますよね。んモテキって、あれでしょ、別にその何かに取り上げられるってことじゃないでしょ。ああ、まあそうか。雑誌にさ、こうストリートスナップの雑誌に載ったからモテキってわけじゃないじゃないですか。まあそうですね。やっぱモテキって女の子からチヤホヤされることじゃない。ああ、鹿児島らしいモテキか。うん、バッとこれ難しい、ね、あれじゃないですか。どれ。鹿児島弁。うん、その鹿児島らしいモテ方といったら、こう鹿児島弁ブームが来る。ああ、で都会に行った、はい、鹿児島弁喋る子がモテると。そうです。おお、いいね。それは鹿児島らしいモテ期と言ってもいいのかな。プール鹿児島県を出てた時期が何年かあるんですけども、はい、まあね、なんか鹿児島弁、まあ僕はどうだったかな、あれですけど、鹿児島弁を話してて、はい、モテるということはまずないんじゃないかな。今はない。若干こう田舎もん、あいつ田舎もんやでみたいな。ああ、そう思われちゃいますよね。だし、県外に出てらっしゃる鹿児島の方ともお話ししたら、はい、鹿児島弁、鹿児島に行ったら鹿児島弁のイントネーションって分かんないじゃん。もうこれが自然体ですかね。これも鹿児島弁っぽいイントネーションなんですよね、きっと。そう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 。でもさ、向こうに行ってなんか標準語っていうのもちょっと腹立たしいですけども、東京弁で喋ってるとさ、はい、うわ、あの人鹿児島弁喋ってるみたいな。あーって言われた、その鹿児島の方も、はい、あ、恥ずかしいみたいなやってる方がいたんです。あ、もっと自信を持っていただきたいですね。 そうそうそう、それをこの鹿児島らしいモテキが来たとしたら、はい、逆にメリットと。そうですよね。あ、何々くん鹿児島の出身なんだみたいな。公務員みたいな。あ将来何になるのって公務員そ聞いてる側も鹿児島なんですよ。東京の人ちゃうやん。
いや、まあ鹿児島ジョークですよね今の。これね、県外通じないですよこれ。将来何になるの？公務員。これ標準語で言ったらでしょ、将来何になるの？公務員。あれ面白くない？面白くないよね。これだから鹿児島県内オンリー。あ、まあ、それモテキがもし来た時にはフル活用できますね。あ、全国的に入るかもしれないですね。そうですね、あの都会のパリピが、あ、写真とか撮るときにね、将来何になるの公務員ってパシャッと撮る。あ、なんか今ですね、あ、関西の方って、あ、なんかなんでやねんっていうのを使われるのが嫌ってよく聞くじゃないですか。あ、なんか関西弁以外の人が、はいはい、エセ関西弁使うとちょっと腹立つみたいな。なるほど。それと同じ感情を今抱きましたよ。鹿児島弁をこうなんか他の人が使う、なんか適当に使ってるのを聞くとちょっとムッとなりますよね。あるかもしれませんな、ちょっとバカにされてる気しますね。ですね。公務員ってなんか公務員悪いのかと。一番いいじゃないかと。あ、それを、まあ、ネタにできる鹿児島弁のなんか茶、なんか可愛い感じがモテる日が来ると、いずれ来てほしいですね。そしたら鹿児島にあの評価も、あ、そっか、右肩上がりで。そうね、あ、なんか鹿児島弁で喋ってるウェブラジオがあるみたいな。ああ、やった。いいですね。僕はモテ期まだ1回も来てないから、そっからもう3連続です。あら、3連続、3連続モテ期。そうそうそう、ハットトリック決めちゃう。なんで今日そんなさ、トークスキルがスキルフルなの。ハットトリック。テンション上げ上げで、上げ上げで。あ、もう鹿児島らしいモテ期と。じゃあ大河ドラマきっかけでね、あ、ぜひ持ってきてほしいですね、我々にね、我々に、我々にも恩恵が、恩恵があればおこぼれ頂戴したいな。いいですね、楽しみに待ってます。まあどうなるか分かりませんけどね。じゃあ、はい、残り2つということで、はい、9個目、はい、言ってよろしいですか。はい、ちょっと短くいきます。はい、悪い竹。ああ、なんかなあるな。悪い、え、竹っていうのは、ちゃうちゃうちゃう、酒酒、アルコール、アルコール。あ、酒ですね。はい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 、なるほど、悪い酒。これめっちゃ聞いたことあるな。全然イノベーションが生まれてない。悪い酒。悪い酒ってでもあるでしょ、人に当たり散らすとかさ、飲んで暴れるとか。あ、酔い、悪酔いのことってことですか。悪酔いっていうか、そう、そういうお酒の飲み方は良くないっていうので悪い酒って言ったりしません？ああ、悪い酒の飲み方はするな。これこれ飛ばしましょう。これあるもん、この言葉世の中に。ああ、なるほど。パス。OK です。はい、じゃあもう10個目に行きましょうか。はい、お願いします。行きます。はい、ですね、微妙な、私いきますよ。はい、野球。なんかね、今も野球盛り上がってるからあんまり言いたくないな、これ。そうですね。あ、いや、盛り上がってるからこそ言っていいか。ああ、どうですかね、テレビで見ている野球なのか、うん、実際にプレーしている野球なのか、見ている野球か、うん、やってる野球か、どっちからして微妙なのか。まあどっちでもいいんじゃないですか。どっちでも、まあ最近でもテレビで野球って放映してます？え、だって今超盛り上がってないやつ。あ、いや、盛り上がってる時はよくニュースとか、まあそれこそ中継したりしてますけど、うんうん、なんかその昔は
もう野球至上主義じゃないですけど、なんか野球ばっかりテレビってやってたような気がするんですよ。そんなことないと思いますけどね。あ、そうですか。だって24時間野球中継しとくわけにもいかない。いやいや、それはそうですけども、まあなんか野球の時代があったっていう感じしません？さあ、どう、そういうものいいんですか、それ。野球の時代を、今も野球の時代だろうみたいな人がいたら怖いですよ。あ、いやいや、もちろんその、何ですか、今も盛り上がってるのは分かりますし、あの、昔が黄金時代だったというわけじゃないけれども、うん、やはりこう盛り上がってた時代っていう、まあ、どんなジャンルでもあるじゃないですか。つな、まあ、どうなんでしょうね。まあ、その微妙な野球と言われちゃうと、うん、まあ、微妙な野球って見てて面白くないとか、やっててつまらないっていうことじゃないですか。まあね、微妙っていうのはだってそういうことでしょ。絶妙じゃないってことでしょ、はい、絶妙ではないと。絶妙じゃない野球ってことでしょ。はい。なので、まあ敬遠ばっかりとか、あー嫌ですねそれ、つまらないですねまずなんかプロ野球ではあんまりやってほしくないね。あ、なんか裏を感じちゃいますよね。あ、こうせこせこした野球っていうのはまあ見てて面白くないですね。はい。あ、微妙な野球っていうのは、まあ、もちろんやってる方も微妙な気持ちだと思うんですよ。あ、ね、野球、僕は あんまり野球人間じゃないので。あ、そうなんですね。だって野球っつったら休み時間になんていうの、こう友達ピッチャーとバッターしかいないみたいなそれは野球なのか、なんていうの、打ちっぱなしなんだ。ああ、まあちょっとした遊びですね。昼休みに友達とやったぐらいかな。ちゃんとさ、こうユニフォーム着て、はい、こう何、部活前としてやったことはないから分かんないですけど、ほう、やっぱり野球やりたいっていう人はさ、思いっきりカキーンってぶっ飛ばしたりとかさ、こうストライク三振取ってこう三者三ん完封したいとかさ、あ、なるほど、ね、そういう気持ちで始めてると思うんです。まあそうだとは思いますよ。憧れの選手がいてとか ね、バントしたくて野球始める人いないと思うんですよまあ確かに バントとか、その敬遠したいピッチャーとかもいないと思うんですよね。敬遠ならもう任せてくれみたいな人いたら嫌ですよね敬遠の何々みたいな軽減させたら右に出るものなし、まあね、こうやらないと、ルールよく分かんないからあれですけど、やらないといけないタイミングもあるんでしょうけどね。そればっかされてたらね、あ、観客はもっとより自分たちも楽しくないでしょうよって言いたくなりますけどね。そうですね、うん、なので、まあ、微妙な野球はしないでと完全にこうガヤですけどね、側からわーわー言ってるだけですけどね。あ、わかんないですよ、クロートからしたら、微妙な野球こそ面白いだろうっていう人もいるかもしれないからね。そこで敬遠かーみたいな、ああいいねーみたいな憎いでこのみたいな、あ、そんな微妙な演出みたいなのを楽しむみたいな、ああそういう意味かプラスにも取れるの。ああ、なるほど。スコアボードには出てこない、ああ、クロートな楽しみ方あるんっていうことですかね。まあ、盛り上がってるとか言ってるけど、あんまり詳しくないんですけどね、私。こう、まあ、私もあんまり詳しくないですが詳しくない者同士がちょっと喋っちゃいました。そう、こうなりますよというね、はい、それ、これぞ微妙な野球微妙な野球、野球の知らない人間が語る野球こそ微妙っていうあ、いい感じに落ちましたね面白いのかどうか分かりませんけど、犠牲フライということで。お、そうなの、分かんないよ、あのルール分かんないから、それが面白いのかどうか分かんないよあ、いやもうボンダですよ、ボンダ。ちなみにあと1分少々で終わらないといけないんです。あら、タイムキーパーお願いしますよなんかお知らせしたいことがあるんじゃなかったでしたっけ。お知らせしたいこと、なんかツイッターの方で何やらお祝い事が。完全に忘れてましたね。じゃあこの場をお借りしまして、はい、あのですね、当鹿児島ニアの公式ツイッター、YouTube ご覧の皆さんはね、下の方に書いてあると思うんですけど、はい、あのフォロワー数がですね、なんとあの昨日、おととい、お、あ、分かんないか、まあ、先週ですよ、先週、うむ、あの500人超えまして、おめでとう。いやー、めでたい。
すごいよね。クールさんが頑張ってくれたおかげですね。なんか僕ばっかりね、更新してる。まあ、たまにスタッフというか編集の方とかが帰ったりしますけどさ。ありがたい。うん。ポンさん書いてる？右手で数えられるぐらいしか投稿してないですね。これはまあでも、ポンさんの口からもぜひあのお礼を言っていただきたいなと思うんですけど。ぜひしておきますね。ああ、ツイッター上でしてくれるんですか？ああ、ありがとうございます。あ、この場でも言いますよ。もちろん、うん、すごいことですかね。フォロワーが500なんて、もう考えたこともなかったですよ。だから今この放送500人ぐらいは聞いてるんじゃないですか？はい。お、素晴らしい。そう考えるとちょっと緊張してきた。500人って言ったらですよ、全校生徒より多いですよ。ですね。今時少子化のご時世ですから。ありがとうございます、うん、どうもこんなくだらない話を付き合っていただいていやまあどんどんね回を重ねるごとにもっと盛り上がっていきたいですね。なんかでも最近のあるツイッターで言うとですね、はい、ツイートで言いますと日置き日置きかなほう日もつきか日もつきだごめんごめん日もつきの方のなんかエッガネって知ってます？ポンさん。わかりませんね。エッガネ？なんかね、伊勢エビだったかな。エビ、とりあえず。海産物のエッガネについてつぶやいたのを、あ、僕がリツイートしたのかな。ほう。それのね、反応がすごい良いんですよね。あららら。素晴らしいことじゃないですか。エッガネって有名なんですかね。僕、鹿児島長く住んでますけど、あんま初めて聞いたんですけど。まだまだ知らない素晴らしいものがあると。うん、めちゃくちゃ美味しいらしいですよ。食べたい。これね、ぜひまあでも多分エビだから高いんじゃないかな。次はコーヒーじゃなくてエッガネを。エッガネ食いながらやるの。それはぜひオフでね、なんかこうスタッフに振る舞ってもらいたいな。ああ、素敵ですね。ああ、エッガネ食べたい。フールさん、時間は大丈夫なんですか？はい、僕はいいんですけど。僕もう1時間経ってるんじゃないですか、ね？今1時間2分。ほら、もうそろそろ。まあ、初回放送で1時間と時間を決めてと言ってました、うんね、時間厳守ですから、まあ、そろそろじゃあ締めますけども、まあ、今回私の、まあ、持ち込み企画というかこう思いつきでコラボボックスというのをやってみたんですけども、まあ面白いか面白くないか置いておいて新しい概念もいくつか生まれましたので、はい、まあ、今後また機会があったら、ね、このカード増やして単語カード増やして ね、またやってみたいですけども、なんかそのイノベーション、うん、生まれるといいですね。そうですね、まあ、今回で言ったら出た結論としては楽しいカレーイコールキャンプっていうのはまあ揺るぎないんじゃないかなと。ああ、まあそう言ってもいいと思います。でやっただけでもまあ1時間費やした回があるかなと思います。まあ、今回初回放送にしてはまあ手応えありと。どうですかね、のれんに腕押し感はありますけども。まあ届く人に届けばいいなと。そうですね、まあ、はい、なんて言ったって500人フォロワーいますから、500人の支えの中で鹿児島には頑張ってます。はい、そうそう、もうね、なんていうの、吹けば倒れそうですから我々。ウルさん、時間が、あ、すいません。はい、はい、じゃあ、まあ、今回も鹿児島には半分生放送お聞きいただいてありがとうございます。まあ、だらだらと話していくのも大事ですからね。僕どっちかというとそっち側なんでね、時間管理ポンさんがしてくれた方が助かります。まあそうしていけたらなと思います。はい、それではまた来週水曜日の夜10時ぐらいにお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。バイバイ。